サセックスの吸血鬼、サセックスの吸血鬼、サセックスの吸血鬼、ザ・ドベンチャー・オブ・ザ・サセックス・ヴァンパイアは、イギリスの小説家、アーサー・コナンド・イルによる短編小説、シャーロック・ホームズシリーズの一つで56ある短編小説のうち48番目に発表された作品である。イギリスのストランド・マガジン1924年1月号、アメリカの ハースツインターナショナル1924年1月号に発表され、1927年発行の第5短編集、シャーロック・ホームズの事件簿、ザ・ケース、ブック・オブ・シャーロック・ホームズに収録された。日本語版では役者により、吸血鬼等短縮された題名なども使用される。私立諮問探偵のシャーロック・ホームズと、電気作家で医師のジョン・イーチ・ワトスンが、 共同生活を送るロンドンのベーカー街221バイトへ、吸血鬼に関する調査依頼が持ち込まれる。依頼人のロバート・ファーガスーンは、ワトスンの旧友だった。再婚した南米ペルー出身の妻が、自分が産んだ赤ん坊の首に噛みつき血を吸っている場面を二度も目撃されているのだという。ファーガスーンは、妻との関係は良好だったが、吸血の場面を見られた妻は、 理由も話さず、寝室に閉じこもってしまったと説明する。また、前妻の息子で15歳になるジャックと妻との仲は、嫌悪で、妻がジャックに体罰を加えたこともあるという。ジャックは、子供の頃の事故で、体が不自由になっていて、その分ファーガスンは溺愛しているらしい。ホームズとワトスンは、サセックスにあるファーガスンの館を訪問する。館には、多くの装飾品があり、 妻が南米から持ってきた様々な道具や武器が飾られている。ホームズは後ろ足が麻痺している飼い犬のスパニエルに目を留めた。しばらく前に突然麻痺の症状が出たというが原因はわかっていない。妻は寝室に閉じこもったままで医者であるワトスンだけを室内に入れる。妻はワトスンに夫は自分を愛しているし自分も夫を愛していると語るが吸血や 体罰の理由は説明しない。ジャックは父親の企画を喜ぶが、ホームズとワトスンには敵意のこもった視線を向けた。ホームズは傷口を調べるため赤ん坊を呼び、ファーガスンは赤ん坊を抱きかかえて怪し始める。その時ワトスンは、ホームズが庭に面した窓に視線を向け非常に集中した表情をしていることに気づく。ジャックが部屋を出ていくと、ホームズは、 結論にたどり着いたとファーガスンに言う。実は、ベーカー街を立つ前から真相を推理していて、この館での調査で確信したのである。ホームズが短いメモを、寝室の妻に届けさせると、閉じこもっていた妻は、夫にもホームズにも会うと答えた。ホームズは、夫婦の前で、推理の展開を話す。吸血鬼など存在しないという前提に立つと、妻が唇に血をつけて、 赤ん坊の側にいたという事実には、血を吸うためではなく、別の意味があったと考えられる。それは、女王の伝承にあるような、傷口から毒を吸い出すための行為だったのではないか。ホームズは、妻が南米出身であるところから、クラーレなどの毒が塗られた武器が館にあると推理、舌のある。館でホームズは装飾品の中に、空の矢筒を見つけ、麻痺を起こした犬も見つける。 これらの観察から、犯人が、毒の塗られた矢を使ったこと、赤ん坊に毒を用いる前に、犬で実験したことを確信する。そして、妻が何も話そうとしないのは、ファーガスンが溺愛しているジャックが犯人であるからに他、ならない、と真相を見抜いたのだった。ファーガスンが赤ん坊をあやしていた時、ホームズは窓に映っていた、ジャックの赤ん坊に対する憎悪の表情を見ていた。ジャックは、 自分と違って健康な赤ん坊へ像を募らせていたのである。妻がジャックに体罰を加えたのは赤ん坊へ危害を加えたジャックが許せなかったからだが、ファーガスンが傷つくことを恐れ、自分の口から説明することはできなかった。そこへホームズからすべてを承知しているというメモが届いたのである。ホームズはジャックを一年ほど海で過ごさせてはどうかと対処法を提案し、 ワトスンと共に館を立ち去るのだった。ホームズが言及している女王、クイーンとは、第3回十字軍の際に、夫の傷口から毒を吸い出したという逸話を持つ、エドワード一世の王妃エリナー・オブ・カスティルのことである。ただしこの逸話は、アルフレッド・エス・イ、e、ー・アッカーマンの、通俗的語ビューによれば、史実ではない。その起源はスペインにあるという。ジョージ・ビー・コーエル博士によれば、 クラーレの毒は傾向ではほとんど吸収されない。そのため赤ん坊から毒を吸い出した妻が影響を受ける危険はなかった。また、クラーレの影響は致死量に達しなかった場合、1日で消えてしまうので、スパニエルの後ろ足の麻痺については別の原因があると考えられている。コーエル博士と薬物学協会会員のカイエーアレンは、 その原因を矢で刺されたことによる外傷性のものや座骨神経への二次的伝染によるものなどと推測している。作中、このスパニエルについて尻尾を床に引きずっているという描写があり、スパニエルは断をするはずなのでおかしいという指摘がある。日本のシャワロキアン・エンドアズマジは犬好きのものなら、このスパニエルがアイリッシュウォーター・スパニエルのことだとすぐにわかるとしている。 ブラム・ストーカーは1897年にドラキュラを発表した小説家でドイルと親交があった。ドイルはワーテルローの戦いを題材にした戯曲ウォータールーを書きヘンリー・アーピングへ送ったことがある。当時アービングの秘書をしていたブラム・ストーカーが上演権を買い取りたいという返事を出し、この時から親交が始まったのだった。のはドラキュラに対してドイルが ブラムストーカーへ賞賛の手紙を送っていることに触れ、サセックスの吸血鬼について、吸血鬼ドラキュラがあってこそ書かれたものでろうと、記している。冒頭、自前の作品帳で、吸血鬼について調べたホームズは、狂気のサタだと評するのだが、WW ロブスンは、これが1922年の映画、吸血鬼のスフェラトを見た、ドイルの感想なのではないか推測している。この映画は、小説の、 ドラキュラを参考にしているにもかかわらず、ブラムストーカーに対する謝辞が存在しなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。